皆さん、おはようございます。2月市議会定例会提出案件の内容等についてご説明を申し上げます。今回提出いたします案件は、予算案件24件、条例案件10件、炭鉱案件1件の計35件であります。そのうち平成29年度一般会計予算の概要についてご説明を申し上げます。平成29年度の一般会計予算は第7次総合計画の初年度として、東日本大震災からの復旧復興、風評被害の払拭、さらには地域活力の再生に向けた取り組みなどを継続しつつ、地方創生の推進や将来に向けた地域福祉の視点を取り入れ、かつ基本原則である中期財政見通しを踏まえた歳入に見合った歳出構造を堅持しながら、公債負担の適正化推進や選択と集中による事務事業の重点化など、将来にわたって健全な行財政運営を継続するための取り組みにも意を用いて編成したものであり、市税をはじめ地方交付税、国庫支出金、地裁等を財源として措置しようとするものであります。一般会計予算の総額は486億8700万円となり、前年度当初予算額と比較いたしますと18億3000万円、率にして 3.9% の増となったところであります。次に平成29年度の特別会計予算についてでありますが、会津若松市水道事業会計予算から会津若松市後期高齢者医療特別会計予算までの13特別会計予算につきましては、それぞれの事業の趣旨を踏まえ、限られた財源のより効率的、効果的な配分に意を用いた予算編成に努めたところであり、健全な事業運営に必要な経費について計上したものであります。次に、平成28年度、会津若松市一般会計予算、補正予算の概要についてご説明を申し上げます。今回の補正予算は、退職に伴う人件費の調整、ふるさと寄付金基金積立金、重度心身障害者医療、子ども未来基金積立金、土地改良事業費、企業誘致促進事業費、ICT オフィス環境整備事業費、学校施設耐震化事業費、仮称桑東学園中学校建設事業費が主なるもので、地方交付税、国庫支出金、寄付金、地裁等により措置しようとするものであり、その他の経費については、今年度の整理予算として措置しようとするものであります。この結果、今回の一般会計補正予算は12億3076万3000円となり、この補正額と前回までの予算額、486億8367万6000円との累計で、499億1443万9000円となり、率にして 2.5% の伸びとなった次第であります。次に、平成28年度の特別会計補正予算についてでありますが、会津若松市水道事業会計、会津若松市国民健康保険特別会計、会津若松市観光施設事業特別会計、会津若松市下水道事業特別会計、会津若松市大井町土地区画整理事業特別会計、会津若松市農業集落排水事業特別会計、会津若松市介護保険特別会計、会津若松市個別生活排水事業特別会計、会津若松市後期高齢者医療特別会計の旧特別会計補正予算につきまして、主に本年度の整理予算として補正をしようとするものであります。以上、概略を申し上げましたが、各会計の予算及び条例案件等の内容につきましては、主管者をもって